はい、どうも皆さんこんにちは、ナタです。というわけで今回なんですけども、新三国無双7 with 猛将伝の実況動画やっていきたいと思います。今回もですね、三国無双7の時の DLC で追加されたシナリオを遊んでいきたいかなと思います。今回プレイしていくのはこちらのステージになります。新三国無双3のリメイクステージ、白鵬派の戦い、曹操軍。白鵬派の地位にて曹操と劉備が激突する。諸葛亮の策を打破し劉備を撃退せよ。はい、このステージ遊んでいきたいと思います。レッツゴー。よっしゃ、やっていくぞやっていくぞ、マジで。白鵬派の戦い、曹操軍シナリオいきます。新三国無双3のリメイクステージですね。もうまんまよ、まんま、マジでまんまなってるわ。もうステージのこのマップがもうまんまやもん。やばすぎる。これはもう胸熱、胸熱すぎる剣。さあ、チョーンいますね。やっぱチョーン絶対止めとかないといけないよね。チョーンを止めるか止めないかで戦局が大きく変わる。多分な仕掛けてくるよ。ちょっとどないした、何をしている。超死流待て待て、これしびれるぜ俺。レベルアップ、レベル上がってくれ。レベルがどんどん上がって、待て、危ねえ。ややこしいね、これ進ませるといい、ややこしい、いい、ややこしいので、ここで止めておく。 OK、 ストームラッシュ、これリテンのストームラッシュなかなか強力やな。また強いぞ俺、いい感じだろう。おトニーも来てくれた、いいね。攻撃しろ、畳みかけろ、超運を潰せ。ガードされてるで、マジでガードされてるので、ちょっめっちゃガードしますやん。どんだけ耐えるのよ君。これで落とすだよ。オッケー、とりあえず超運を開幕倒せたのはでかい。策やったからな。打ち取った。さあ来たね、後続が来てる。さあこいつらもね、しっかりと倒していく。やっぱね、なんか過去作のステージをまんま再現するっていうなんかロマンあるよね。やっぱいいわ、こりゃ素晴らしいわ。リメイク、まさにリメイクと言っても過言ではない。このマップの構造、キャラといい、しびれるぜ俺。最高、覚醒ゲージたまるの早いな。リテン、クーラン使っとこう。負けるな俺、微妙やったわ、ガチで微妙やった。空中ランブに関してはマジで微妙やった。よし、ストームラッシュ発動しそうやな。調子いいじゃん俺。なんというぶよ、どうよ、打ち取った、打ち取った。短兵来るんじゃん、ほら来た、予想通り。素晴らしいねこの読み、見たか。君は天才だけど勝負を諦めたわけじゃない。負けるな序章、孔明に。序章が味方なもん、曹操軍側やもん。カーン打ったし、劉備と諸葛亮戦線に立つ。 OK、 覚醒決まっていく。ほんまに気づいた。カーン止めに行くか、大暴れしてるんでね、カウンを止めさせていただきます。言いますね、カウン長。さっきねカウンにやられたんでね、一回プレイした時にカウンに天空の刃かまされて重っくそ死んでんバリ食らったよね、バリ食らったっていうか範囲広すぎじゃない、届くんかいっていう。調子いいじゃん俺、しびれるぜ俺。このコンボね、しびれるぜまでかわしていく。負けるな俺、やりたいけど。おいケン、お前はここまでだ。おい、お前はここでやられるんだ、このリテン様にな。素直に倒されておけ、おとなしく倒されておけ。お前何やってんだ、武器チェーンとかしてる場合じゃねえぞてめえ、倒せるわけねえだろうが。
オノーラ様が。さあ、カン、お前も諦めろ。お前はストームラッシュの発動の餌食になるんだ。よしよし、これでお前はもう倒したも同然だな。カン、お前はもう体力あと2ミリぐらいしかねえだろ。オッケー、カンを倒していく。こりゃすげえな。曹操軍優勢になったんじゃねえか。いや、まだまだ劣勢だな。いや、序章何諦めてんだ。この喋り方マジしんどい。この喋り方はマジしんどいから普通にやるわ。え、トニーちょっと待って。トニー崩れたらダメよ。崩れるわけにはいかないな。あ、出た。かっこよすぎる。敵だから惚れるわ。すげえとこ出れって。トニー死んだ。嘘だろ。トニー入そう。やばいよ。来ましたね。一気に本陣脅かされてますね。本陣戻るわ。これはね、あくまでも誘い込まれただけの、そういう展開なのね。誘い込まれるっていう展開。そういうこと。関与、ウーブンソク、いますね。ウーブンソク、助けてあげよう。もらい受ける。ウキンが、なんとか耐えてくれてるんで。是が非でも救援したいけど。いや、ガード勝った。マジで。どんだけガードすんの。ガードしすぎよ、お前ら。ガードしたがり。オーラヨット。オーラヨット。ガード、硬いの。戦いづらいから。痺れるぜ、俺。やばいな。本陣敵が迫ってる。あれはチンタラしてると、やられる流れ。待って。え、マジで本陣やばくね。いや、やられないで。待って、本陣ガチでやばい。嘘だろ。サボるな。OK。よしよし。ちょっと、ストームラッシュこのタイミングでは、あんまいらなかったな。さあ、本陣急ごう。あれはやばい。本陣着いたら、覚醒ブッパーっていう流れかな。よいしょ。本陣が脅かされている。いますね。はい、いますね。孔明さんいますね。本気出しちゃうよ。張飛。良いところに来た。OK。張飛は倒せた。OK。本陣防衛には成功。さあ、劉備。劉備倒しに行こうか。劉備倒して、この戦に決着をつけていこう。なかなかに、いやもうほんまね、まんま再現されてるから。これ、ほんと、3やってる人はわかると思うけど、地図、マップよね。マップの完成度やばくない？やばすぎるだ、これ。俺もね、これやる久しぶりやわ。セブンバージョンもやったことあるんやけど、セブン発売した時ね、やってたんやけど、今やるのはめっちゃ久しぶり。しびれるぜ、俺。この苦境。これはね、もう、マジで DLC 買う価値あったわ。買う価値がある。お、危ねえ。どいてくれ！使ってる。満足すぎる。よし、もう一回覚醒が溜まってますね。でも、ストームラッシュが使えるので、さっきこっちを使って、最後は、本気出しちゃうよ、俺。よし。ミスター！ボタン離しもだ。やらかしたよ。やらかしちゃったよ。最後にやらかす。俺の展開。俺のいつもの流れみたいになってる。俺のいつもの流れみたいになってる。やばいやばい。最後にやらかす。待って。ほんまに？そんな苦戦する？やられすぎ。OK。やばいやばい。どいてくれ。あぶね。ストームラッシュ発動してよかった。どいてくれ。あれ食らったら多分一発で死ぬと思う。こいつらの無双ってなんか異常に強いからな。異常にダメージ食らうから。こっちの無双そんな食らわへんね。悲しい現実よ。もう一回覚醒使えそうやな。溜まってくれ。頼む。さっきのを挽回したい。
よし、学生溜まった。強いぞ俺。行くぜ俺。え、ガード、もしかして、もしかして、もしかしてガードされていく感じ。いいか、ま、いやー、またやらかしたよ。またかやらかした。新覚醒まで移行できんかったわ。やばい、もう次、うわ、危ねえ、危なすぎる。ちょっと待って、竜に倒したら終わりやもん。絶対死にたくない。絶対死にたくない。でも敵の数と強さよ。敵硬いんよね、異常に。 DLC ステージやっぱな、敵が硬い、ほんまに。なんでこんなに硬いの。鋼鉄やつ鋼すぎるだろ。鋼、空中ランドを全然使ってないけど、ごめんな、しびれるぜ、俺しか使ってないな。しゃあない、空欄見せたるか。空欄で終わらせよ。はい、外していく。だから嫌なんよ。はい。最後は下りましたね。逃げろ逃げろ、白暴派の戦い、新三国無双3のリメイクステージやっていきました。このステージね、逆側リュービングサイドもあるんでね、またやりたいと思います。いやー楽しかった、ナイス勝利。はい、ということでいかがだったでしょうか。なかなかのね、ハードステージ、白暴派の戦い、曹操軍でしたね。さっきのねステージ、反対側リュービング側のねサイドも遊べるようになってるんで、またねそっちサイドも動画上げたいと思うんで、皆さんお楽しみにしておいてください。ということで、よかったらチャンネル登録、高評価、コメントの方もぜひお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ナタでした。さよなら、バイバイ。